ま不動の戦いは、朝鮮戦争中の1950年9月に起きた、アメリカ陸軍及び、朝鮮人民軍による戦闘。1950年8月末、アメリカ軍第一騎兵士団は、韓国軍第一師団から防御を引き継いだ。西から第五騎兵連隊、第七騎兵連隊、第八騎兵連隊を配備した。第一騎兵士団は三個連隊編成であったが、 朝鮮に到着した時、核連隊は1個大隊を書いていた。8月26日に3個大隊が編入されて、核連隊は3個大隊の完全編成となった。さらに3個の砲兵中隊も増強され、師団の戦力は1.5倍に強化された。人民軍は7月21日から開始した第4次作戦の十分な成果を得ることができないまま、8月20日に、 同作戦を終了し、第五次作戦と称する新たな作戦の準備を行った。第五次作戦は、原風から和艦に至る落東高刀岸を牽制すると同時に、二つの基本打撃集団を持って、西と北から攻撃し、テグ英華は区域で国連軍を包囲殲滅するというものであった。第一騎兵士団の担当正面では、人民軍、 第2軍団の第1師団、第3師団、第13師団、第17機攻旅団からなる第3攻撃集団が、タフ堂、高齢照明を突破して、天狗を占領する計画であった。人民軍の構成第1機兵師団は、霊山を守備するアメリカ軍、第2師団の圧力を軽減するため2日から攻撃を開始した。午前11時、中央の第7機兵連隊が、 水岩山に対する攻撃を開始した。しばらくすると、第13師団第19連隊作戦主任の金、成都少佐が、第8騎兵連隊に投降し、同日夕方に総攻撃が開始されるという情報を、もたらした。同日夜、人民軍は、攻撃を開始した。第3師団の一部は、第5騎兵連隊、第2大隊を撃破して303高地を占領し、 主力は、第7騎兵連隊の左側配にあたる464、高地を占領した。第13師団は、第8騎兵連隊、第2大隊を撃破して448高地を、占領した。第1師団は、韓国軍第11連隊、第2大隊が配備されている558高地の、西側を迂回し、火山山城を防御中の、第八騎兵連隊創作招隊と、 ウルシア警察隊を撃退して、翌日、大野富道に進出した。第一騎兵士団は、各連隊に逆襲を命じたが、人民軍の頑強な抵抗と後方への浸透のために逆襲は進展せず、反対に部隊が各地で孤立した。混戦状態が続き、第一騎兵士団の逆襲は失敗した。第一期兵士団は、タフ。 ホラ一体の指定抗線を支えることは困難と判断し、9月5日夜、土砂降りの中で交代を開始した。第一騎兵士団は、タフホラ広報8キロの東名付近で人民軍を阻止した。第一騎兵士団は、左翼の金庫川口一体に、第八公兵大隊、中央の188高地174高地に、第五騎兵連隊、右翼の180高地一体に、 第8騎兵連隊を配置し、第7騎兵連隊を師団予備とした。9月11日、テグ北方12キロの地点にある314高地に1個、大体規模の人民軍が浸透してきたため、テグの危機は最高潮に達した。9月12日、第7騎兵連隊第3大隊が314、高地を奪取し、テグ北方の戦況は若干安定した。第8軍は、 9月8日から開始された第8、騎兵連隊による570高地加算山城に対する逆襲が失敗していたため、韓国軍第2軍団に対して、第1師団に加算山城を攻撃するよう要求した。このため、韓国軍第11連隊第1大隊は、9月13日に756高地を奪取して、翌日には山城城壁の一部を占領した。 一方、第8機兵連隊第3大隊も14日に570、高地を奪還した。9月15日、新川上陸作戦が開始され、第8軍も翌16日に反撃を開始した。しかし土砂降りのため航空機や砲兵の支援は思うように受けられず、攻撃は進展しなかった。この日、突破の趣向となる第1機兵師団は、 同志団に配属された第五連隊戦闘団をもって、西木前峰東亜艦を、第五騎兵連隊をもって203コーチ147コーチ357コーチを、第八騎兵連隊をもって、タ不動を目標に攻撃させたが進展せず、むしろ現防御陣地を維持するのに、精一杯であった。9月17日、第一騎兵士団は、予備の第七騎兵連隊を、 第5機兵連隊地域に投入し、翌18日には B-29 爆撃機42機側艦を爆撃したが、進展はなかった。9月18日、右隣節部の韓国軍第一師団第12連隊が進出して、火山山城多府道558高地一帯に配置された人民軍の退路を遮断した。この日から第連隊戦闘団の攻撃が進展し、 和艦を奪還し、20日には、西木米本303高地328高地を奪取した。しかし、第8騎兵連隊の攻撃は進展せず、人民軍の抵抗によって、一度に戦車7両を撃破、されるほどの苦戦を強いられた。そこで、帝師団長は、第7騎兵連隊に、和艦タフ、ホラ沿いに突進するように命じた。しかし第7期兵連隊は20日夕、 303、高知西側から迂回して、道海道に進出したものの、道地で進撃を中止して露営してしまった。これに激怒した芸師団長は、連隊長を更迭し、同連隊の自家境方兵大隊長であったハリス中佐を連隊長に任命した。第7騎兵連隊は、翌21日に997号線を突進して、 タフーに進出した後、南下して三鶴堂で、第八騎兵連隊と提携した。タフ、ほら一帯の人民軍を殲滅した第一、騎兵士団は、第七騎兵連隊を機関に777死体を編成して、追撃に備えた。9月21日朝、人民軍第十三師団参謀長のリマナブ級、宗ケが、第八騎兵連隊に投降した。翌十二日、 スタフ・ホラ・北方で総当中の韓国軍第一師団と提携した。同日、第八軍は、落東港全域で戦況が有利に展開していると判断し、作戦命令101号によって、各部隊に追撃を開始させた。ありがとうございます。